システム7は、イギリスのテクノ、あるいはトランス、アンビエントなどの要素を内包するユニット。アメリカでは、同名の MacOS と名前が被るので使用できず、現地のレーベルから発売された、ファースト、およびサードアルバムは777と名乗っている。スティーブ・ヒレジとその妻であるミケット・ジローディによって、結成されたバンドである。ヒレジは、ロンドンのクラブ、ヘブンにおいて、 ジオーブのアレックス・パターソンがヒレッジのアルバム、レインボー・ドーム・ミュージックを DJ プレイで利用していたのを聞き、それをきっかけにパターソンと親交を深めた。そして、パターソンからアンビエントハウス作品の録音を勧められたことから、システム7を結成。ユニット名の由来は、1977年にリリースされたヒレッジのアルバム、モチベーション・ラジオの型番。 V2777 からだと言われている。システム7は様々なアーティストとのコラボレーションを実施している。特にデトロイトテクノの代表的存在であるデリック・メイトはバンド結成初期から深い交流を持ち、1990年代以降は新曲を一切発表していないデリックに共同とはいえ1990年代後半まで、 作曲活動を行わせたことは特筆すべきである。デリックとの作品は2002年にミステリアス・トラベラーとして1枚の CD にまとめられた。他にもカール・クレイグやローラン・ガルニエなどテクノのアイコン的存在のアーティストとは1990年代中期に多くのコラボレーションを行った。その中でもアレックス・パターソンはバンド結成初期からシステム7に関わり続ける。 唯一の人物である。また、かつてのゴングのリーダーであったデビッド・アレンも一部の作品に参加している。リミックスも多数存在し、それらを集めた1996年のアルバム、システム・エクスプレスがある。これに収録されているアルファーウェーブのプラスチックマン名義でのリミックスは、リミックスでありながら本人たちが大いに気に入り、オリジナルを差し置いて、ライブで、 必ず演奏される定番曲となった。2007年のシングル火の鳥には、もともと約10分の曲であったものを20分に拡大したバージョンが収録されている。その音楽性は時期によって大きく変化している。結成直後の作品は、多数のアーティストたちとのコラボレーションという意味も含めて、同時期のシェイメンに近かった。しかし百九十四年、 テクノの躍動感を強調したファイアと静筆なアンビエントボーターの2枚にミックスを分けたアルバムポイント3を発表し当時盛り上がりがピークを迎えていたテクノシーンへと急速に接近。1995年のパワーオブセブンではノイや E2E4 のリミックスであるスエニョラティニーニョラティーノをサンプリングし使用している。このアルバムは 名門レーベルである R&S にもライセンスされた。1997年のアルバムゴールデンセクションではドラムンベースを試み、また1976年のヒレッジのアルバム L からのサンプリングも行われた。2000年に自らのレーベルである A ウェーブを立ち上げ、以後作品はこのレーベルから発表されるようになる。2001年に発表された。 セブンスウェーブでは激しく美しいトランステクノをもとに、それまでの要素が散りばめられた集大成的なアルバムである。2004年のエンカンタードではよりサイケデリック的な色を強め、2007年現在の路線もこの延長線上にある。システム7にはそぐわないアンビエント、チルアウト、ダウンテンポ的な音楽は2005年に始動したミラーシステム名義に分離した。 他にもグルービーインテント名義での作品も存在する。2007年には、手塚治虫の漫画、火の鳥に触発され、先行シングル、火の鳥を、続いてアルバム、フェニックスを発表。ミラーシステム名義777名義。ありがとうございます。